はい皆さん、こんにちは。ひろしの G ニュースチャンネルです。えー、今日はですね、えー、こんなニュースがねちょ Yahoo ニュースであの上がってきたんで、ちょっと取り上げてみようかなと思いました。よろしくお願いします。えー、WHO 中国での新型コロナ感染拡大を調査、えー、専門家派遣で調整ということで、なんと WHO がですね中国にね調査団、専門家を派遣するらしいですね。はい WHO ってとかはちょっと、なんか <laughs>、お前が行くんかいっていう感じなんですけどね。えー、とりあえず、ですねこれニュースを全部読んで、ですねその後にね広島への感想を述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあちょっと読んでいきますね。えー、アメリカが新型コロナウイルスは中国の研究所から広がった可能性があると主張し、 これに中国が反発して両国の対立が激しさを増す中 WHO= 世界保健機関はウイルスがどのように広がったかを調べるため中国への専門家の派遣に向けて調整を進めていることを明らかにしましたということですねアメリカじゃなくて WHO が行くんですかね CHO さんが行くんですねはい新型コロナウイルスの発生源をめぐってアメリカのトランプ大統領は 中国湖北省の武漢にある研究所から広がった可能性があるという認識を示し、えー、これに対して中国は証拠がないと反論し両国の間で非難の応酬が続いていますはいそれはわかりますねはいこうした中 WHO の技術責任者のバンケルコフ氏は6日スイスジュネーブの本部での定例記者会見で感染拡大の初期に何が起きたのかを調べるため 再び中国に専門家を送れないか議論していると述べ、えー、中国への専門家の派遣に向けて調整を進めていることを明らかにしました、えー、またヨーロッパで最初に感,、えー、感染者が確認された1月24日よりも前の去年、えー、12月27日にフランスに感染した肺炎患者がいたことについては、えー、12月に武漢から感染者が別の場所に渡航した可能性があるか、えー、推測するのではなく 詳しく調べるこのほか WHO に加盟していない台湾が今月18日からの年次総会にオブザーバーの資格での参加を目指していることについてウォルトン法律顧問は台湾が参加できるかどうかは WHO の事務局ではなく194の加盟国が決めることだと述べて明言を避けましたと、えー、いうことですね。はい。ということで WHO がね えー、中国の、ね、新型コロナウイルスえ、えー、調査を、えー、調査をしに行くということなんですけどはい、えー、これがですね、えー、皆さん答えはどういう答えが返ってくるか皆さんもう分かりますよねはい、えー、正答率100%の問題ですこの後 WHO は何と答えたでしょうか世界不思議 発見みたいなね。もうそんな感じですよね。はい。あのー、もうヒあのスーパーヒロシくん書けますか。あ間違えた。あのスーパーヒトシくん書けますよ。はい。あのもう、もうこの後、あの WHO が一体調査をした結果、なんていうのか、もうすでに答えは分かってますよね。うん。まあ,あの本当にね、あの、スーパーテトロスくん書けますよ、広ロん <laughs> あの、えなん、えー、の証拠もありません。ね。中国は白でした。でね。中国には何の証拠がありませんでした。ね。えー、中国が発祥ではありませんでしたっていうね。えー、多分答えが返ってくるでしょうね。うん。あの 当率は多分100%だと広しは思いますはい広しの妄想ですよはいなんだっけなんかねもう接待されに行くんじゃないかなってちょっと広しは思っちゃいますけどねあのなんだっけ U は何しに日本へって番組あるじゃないですか。ね、なんか、f ーは何しに中国へって感じですよね。おめえが行くんかいっていう感じ。ね、だから、WHO っていうかね、まあ、あの中国お抱え、WHO お抱えのですね、御用調査団が中国まで行くという感じにしか、広ロはもうちょっとあの、なんだ想像できませんね。はい、公平中立性とか、もう全くないような気がします。なんか、泥棒が監視カメラをこう設置しに行くような感じですかね。うん。ただってさ、中国とさ、ズブズブじゃないですか。CHO じゃないですか、ね。中国とズブズブの WHO が <laughs> 調査に行ったところで行って、 何がが出ててくるんだっていう感じがします、うん、これで、まあ中国でしたよ、やっぱり武漢がね発祥でね中国が犯人でしたなんて言ったら、もう多分ひっくり返ると思いますけどね、いろいろね。そうしたら WHO はね、あの少し見直します、ひろしはい。いまあ、あのぶっちゃけ結論ありきの調査だと思います。はい <laughs> むしろ WHO が調査に行ったことで完全に証拠を消される可能性も否定できないなって、ひろしは思いますね。<laughs> まああのー、まあぶっちゃけですね、あと、なんだっけ、あの、武漢のウイルス研究所って、なんかまあいろいろ噂ですけどね、あ、どうだったっけもう中国が爆破処理してるらしいんですよ。わかんないけどね、これはね、噂ですけど。 <laughs> もうすでに症歴は全部消してるという感じで、あのいろいろネット上ではね、あのいろんな噂がこう立ってますので、ね,ね、まそれがもし本当だとしたら、WHO がね今回行くのはですね、まあ完全なるパフォーマンスですよね。はい、ま専門家って言いますけど、これね専門家派遣で調整って書いてありますけどね、まますけど全員中国人かもしれないし、ね、テデロス事務局長の事務局長補佐も中国人ですしね、はい、まあもう多分 WHO はですねコメントを用意していると思いますね、あの行った結果 ありましたと,いうことです、ねはい、もううちわの自演だってね、そういう匂いがいたしますね。はいまあ,あのたまあ WHO は現地でまあ、接待とかねお金をもらってですね、まあ、適当な証拠写真を中国側にこう提供してもらってですね、まあ、観光ですよね、それでね、ホクホクとして帰ってくるとね、まあ、いつものことなんじゃないですか。うん まあでもねちょっと一応フォローしておくとですね WHO もですねいろいろ末端の方々、現場の職員さんとか、そういう良心的なねそういうい医療従事者の方も多いと思います。ちゃんとやってる方も非常に多くいる。 ね、ただ、そういうすごい人たち、良心的な人たちって、多分今頃最前線でものすごい頑張ってると思うんですよ。ね、こういうまったりとしたね、なんかあの観光みたいなところにはいかないと思いますね。はい。こうデキレース観光にはね、行かないと思います。はい。てかね、ヒロシもね、このね、専門家派遣じゃないですけどね、この調査団入りたいです。なんか楽しそうじゃないですか。ね。もうなんか行ったらなんかめっちゃいろんな接待してもらえそうじゃないですか。ああ、よく来てあるね、よく来てあるね。WHO さん、こっちですよ。もう証拠もこっちで用意してあるあるね、お手をわざらしちゃいけないと思ってね、こちらに証拠もあります。はい。これでもあなた方の仕事 終わりあるあとは楽しんでほしいあるっつってなんか上海観光とかなんかいろんなところ連れてってもらえそうじゃないですかねなんか美味しいお酒とか飲ませてもらえそうだしはいだから広瀬もこの調査団にね、えー、加わりたいですはいあの何の特殊能力もないんですけどねはいまああの <laughs> もしこうだったらいいなっていうね <laughs> 完全あのー、妄想でしたあでもよくよく考えたらもうできるやつだったらこれ 行かなくてもいいんじゃないですかね、あの WHO はもう行ったっていう点にして、あの中国に実際には行かずに何もなかったって発表する可能性もありますよね、WHO だったら十分にありえる、ねコスパ最強ですよ、これ、ね、本当に何十人も行かなくて済むんですから、あこれはコスパいいですね、そういう可能性もありえますね、うん、実際ね、現地まで行かずに、なんと、えー、証拠をつかんだと、ね実は何もありませんでしたってね発表する可能性もありますよねはいまああのー、ね。 まあ今までね、中国が、中国側もね、調査拒否ってたのに、まあ、WHO は入れますっていうかね、まあそこら辺もうちょっとバレバレですから、ね、まあいい答え合わせだなと思います。はい。まあ観光して接待されて帰ってくるだけなんじゃないかなと、広ロは思いますね。はい。えー、ということでね、あまあ、あの、今回ね、CHO が中国まで行って調査するというニュースですけど、まあもしですね、まあまあ答えはね、もう本当に正答率100%スーパー等しくん状態なんですけど、えー、もし続きがあれば、えーね、放送していきたいと思います。今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。 で、もしですね、あの、チャンネル登録とかね、あの、していただけると、あの、今後もこういう発ね、放送やっていく励みになりますのでえ、もしよかったらよろしくお願いします。で、あの、今回の件にね、コメントとかあったら皆さんどんどんくださいね。あの、人、ね、広ロが言う通りだと思うよーとか、いやいや、広し違う。実際はこうなんだとかね、実はこうこうこういう裏にね、こういう思惑があるとかね、えいろんなことを教えていただければと思います。あの、漢字の読み間違い非常に広ロいんで、おい、漢字違ってたぞとかね。<laughs> そういうのでもいいんであのどんどん教えてくださいはいということで今日はこのぐらいにしておきますありがとうございました失礼いたします